ここからは皆さんからのご質問に回答しながら Q&A トークセッションを進めてまいります。本日のもっと知ってほしいがんと口腔ケア、デンタルケアのことは、朝日新聞医療サイトアピタル、NPO 法人キャンサーネットジャパン、株式会社新産業文化創出研究所、メディアサイト株式会社の共催、アボットジャパン株式会社の協力をいただき開催しております。それでは講師の入草先生、そして田村さん、どうぞよろしくお願いいたします。 はい、えー、ご来場の皆様からも短い時間ですけれどもたくさんのご質問をいただきました、えー、できる限り先生にお答えいただきたいと思います先生どうぞよろしくお願いいたします、えー、ご来場の皆様からもたくさんいただきました、えー、それでは順にご紹介していきます、えー、まず先ほど先生の最後の方のスライドでイカシカ連携のお話ありましたけれども、えー、この方患者さんですねイカシカ連携の歯科の探し方を教えてくださいということです まだ今ちょっと始めたばかりなのでなかなかこうアプローチするところが難しいと思うんですけどまず一つはがんを治療する病院の連携支援室っていうところがあるのでそこでちょっと聞いてもらうっていうのが一つであとはそこでなかなかわからないようであれば、えー、と今ですね各都道府県の歯科医師会のところでこの連携にを進めているのでちょっとその歯科医師会の方に連絡をしてもらうっていうのがいいんじゃないかなでまだちょっと始まったばっかりなので なかなか皆さんのところすべて連携始まっているかというと、難しいところがあるかもしれないですけど、ここ。この先何年かでは、もっとバッチリいくと思うので、えっと、もうちょっとお待ちくださいっていうしかないかなっていうところもあります。あの専門的なケアに関しては、そのがんの専門資料、治療施設で。こういう、あのケアのことをちゃんと分かる先生っていうのは増えてるんですか。そうですね、あの、今、がんの拠点病院って言われるところで。 えと歯科がどんどん増えてきていてやっぱがん治療のところでこう支える歯科のところが重要だよっていうのが広まってきていて、えー、実際受けてがん治療を受けている病院で歯科が増えてきているという状況もありますただまだがん、えー、病院に、えー、と歯科が併設しているっていうのは2割ぐらいなのでなかなかもうちょっと増えてくればいいかなっていうのは思っています。はい、ありががととうございます先生のののお話の中で地域の歯医者さんとあの連携しながら がん患者さんを支えていくというようなお話ありましたけれどもこの方は患者さんのご家族ですね、えー、口の合併症などになる前に歯科にかかりたいんですが総合病院の歯科は口腔外科などでかかれないようなことを言われてしまいましたそれまでかかっていた歯科で見てもらう時の注意事項はありますかあありがとうございいいますす、えーえー、病院のの歯科の方にもろろ、えー、るんで,す、ねで お医者さんにもその手術をするお医者さん抗がん剤をするお医者さん放射線をするお医者さんあとは緩和医療って痛みを取ってあげるお医者さんがいるように口腔外科の中にもがんをしっかり治療する口腔外科もあれば私たちのようにがん,を受けがん治療を受ける患者さんを支える、えー、と歯科っていうのもあるのでやっぱりそのがんをしっかり口の中のがんを治すっていうところの口腔外科がある病院だとなかなか確かに見てもらえないという状況はあると思うんですけどその部分で、えー、と地域の先生のところっていう。 のに、えっ、ー、と、受けてもらうっていうのを広めているんですけど、これ、患者さんがそのふらっとかかりつけの先生のところに行っちゃうと。今、どんながんの治療をしているかっていうのが、ちょっとその行った先の先生がわからないので、その部分に関しては、その主治医の先生以下の治療をしてもらっている先生に、えっ、ー、と、お願いして、やっぱり紹介状を少し書いてもらった方がいいと思います。で、このどういうがんで、どういう今治療をしています。で、例えば抗がん剤治療をしているのであれば、えっ、ー、と。 骨髄抑制といって白血球が下がっちゃうような治療をしているのかあまり下がらない治療をしているのかによって、えー、と歯科でやれる治療っていうのはちょっと変わってくるのでそこの部分を主治医の先生にやはり紹介状書,書いてもらって例えば採血のデータとかを常に自分で病院で採血をしたらデータをもらって歯医者さんに行った時はそのデータを見せると、えー、今日は白血球の値がこのくらいあるから治療はできるかなとか。 この治療は少し控えておいた方が今の時期はいいかなっていうのが判断できるので、えー、患者さん自身としてはその主治医の先生に一回その自分のがんの状況をちゃんと説明してもらうのと毎回できるのは採血した時に自分のデータをもらってそれを持って歯医者さんに行ってもらえるとすごく歯医者さんとしてはやりやすいっていうです。 あの今地域の歯医者さんも勉強されてるってことなんですけどもなかなかその普段の虫歯とかはしっかり見てくれてもそのがんの治療によってどんな口の中状態になってしまうのかでそれに対してどう対処すればいいのかっていうことをちゃんとご存知の先生が、うん、どれぐらいいるのかなっていうのはちょっと不安になっちゃうんですよね。 今、まあだからそういう不安があったので、今、そうやって、えっ、ー、と、講習会とかをやって、それに対してしっかりできる患者さんというのは、あの、歯医者さんというの増えていますし、その、すべてを、あの、かかりつけの先生に診てもらうわけじゃなくて、やっぱりここまで、えっ、ー、と、ひどくなったら、その先生にチェックしてもらって、これはちゃんと主治医の先生にもう一回聞いた方がいいよと、この治療は、えっ、ー、と、口の中をチェックしてもら、チェックしてもらって、えっ、ー、と、口の中の現状を、 報告してもらうと主治医の先生がこれちょっと口の中の副作用が出過ぎな治療じゃないかちょっと別の方法ができるんじゃないかっていうのは考えてもらえるのでやっぱりえっ、ー、と以下の先生は結構口の中に関して分からない部分も結構多いんですねそこで患者さんがなかなか伝えれなくてすごく口の中が痛いのに我慢しちゃってるって現状があるんですねそこで相談しやすい知事の先生に話,すと話して口の中見てもらうことで 実はもものすすごくトラブルになって,るっていいるるう場合もあるんですねその場合はそれをちゃんと,、えー、と報告してもらうことによって実際がんの治療をやっている先生もそれを認識してもらって適切な対応をしてもらえるっていうことがありますのでやっぱりその全部見てもらうというよりは口の中をチェックしてもらっておかしかったら報告してもらうっていうところも重要だと思います。 この患者さんまあからは、えー、一般の歯科医でケアや治療をしてもらうときにがん治療中であることを伝えるべきですかという質問もありましたけれども、そうした方がいいということですね。そうですね。昔はそのなかなかがん治療ってしているって言われると断られちゃうっていうのも確かに言われていたんですけれども、その今お話したようにがんの患者さん自身がえっ、ー、といきなり何も情報を持たないでポンってきてがんの治療しているんですけどって言われると。 どここまででやっってていいのかって確か確に判断迷うところがあるんですね実際私も同じ病院にいて電子カルテで全ての情報が分かるんです。この患者さんは何がんで、えー、と1週間前に抗がん剤してて今日,今日の採血データはこれだからこの治療ができるって分かるんですけどその情報がない中で見てほしいって言われるとなかなか少し、えー、とどこまでやっていいのかって判断に迷う場合があるので患者さん自身がやれることはその主治医の先生に自分の 癌の情報を伝えてもらうっていうのと、えー、と採血した時にデータをもらって毎回見せるっていうのは結構重要かな。採血するとタに変わりますので、毎回最新のデータを持って行ってもらうと、その歯科医師としてはすごくありがたいなっていうのがあります。ありがとうございます。そのお話にも通じるんですけれども、えー、この方は。 えー、口のトラブルがあるのか少し分からないんですけれども、えー、抗がん剤治療をしながら歯科治療を受ける場合に留意する点は何でしょうかということで、まあ、例えばその抗がん剤を治療しながら虫歯の治療などをする場合に留意する点はという点はいかがでしょうかありがとうございます、えー、と一,一番、えー、問題になるのがやっぱり血が出る処置をするかどうかっていうところがあの問題になると思いますで普通に虫歯で 少し削って埋めたりとか、入れ歯を作ったりとかっていう処置は血が出ない処置なので、これはあんまり気にしなくていいと思います。で、抗がん剤治療をやってると、あとは、その、やった直後っていうのはちょっと気持ち悪くなっちゃったりすると、お口触られるだけでおえってなっちゃったりとかっていうのがあるので、まあ、予約のタイミングっていうのはやっぱり重要ですね。自分の体調とか患者さんわかるので、やっぱり抗がん剤やって、 えとこのぐらい経たないと,ちょっとなかなかしんどいから口を見てもらうのしんどいなという場合はそれに合わせて予約をしてもらうのが1つとあとは、えー、とやっぱりその採血の値で結構下がりすぎてるあの白血球とかが下がりすぎてるとこの処置はやらない方がいいかなというのはありますのでそこの部分で、えー、とやれる処置やれない処置というのはのやっぱり採血のデータがここでもやっぱり一番重要になってくる。ただ多くの場合は えー、ずっとかかっていればその治療はあるあの虫歯の治療とかはできるので歯を抜くっていう時だけやっぱり注意してくださいっていうのはお話しして白血球が低い時に無理に抜くとトラブルになっちゃったりとかっていうのがあるのでちょっと血が出る処置に関しては少し注意が必要だよっていうのはお話ししていますあの前回の、ね、夜間学校ががん、えー、と感染症だったんですけれども、えー、前の時に、えー、抗がん剤を始めて一定の時期が経つと好中球が すごく減ってくるとでその時に、えー、体力っていうかあの、えー、抵抗力が落ちるので、えー、注意した方がいいですよってこの時期っていうのはこの口腔ケアの治療を受ける時にも注意した方がいいってことですかです、ね、おっしゃる通りでだいたい抗がん剤すると、まあ、1週間経ってくるとその骨髄抑制で白血球高中球が下がってくるっていう時期になりますで、えー、と目安として、えー、と白血球が2000でだいたいその半分ぐらいが高中球なので1000 これよりも低い場合はやっぱり感染しやすいのでちょっと、侵、え、襲、ー、的な処置は控えといたほうがいいよというのは言われているのでちょっと少ししせき取りするときもちょっと奥の方で痛いなというような処置はその高中級が1000より低いときはやめといたほうがいいかなというのは言っていいまますすありがとうございますそういう意味でもやはり治療の前にケアをし得く重要さというのはあるんですね。はい えー、それでは質問に続きますえー、保湿に関してやはり口の乾きなどに関してのご質問も多くいただきましたえー、寝るときは保湿ジェルを使っていますが味がついています舌で伸ばしていますがこれは虫歯にはなりませんかという患者さんからのご質問ですありがとうございます、えー、基本的には多分保湿ジェルに関してはえー、っと 虫歯になるのは砂糖が入っていると虫歯になるので保湿ジェルとかは多分その糖砂糖とかは入ってないですね。でただその甘いっていうのは多分です、ね、結構保湿効果があるのにたい甘味料っていってちょっと甘いくなるようなものが保湿効果が結構あるよっていう成分になっているのでそのより保湿をするためにちょっと甘くなっているっていうのは結構あると思います。それはその保湿効果を高めめるために 入れているのがちょっと大体体感味料に近いものがあるので甘く感じるっていう形なので、えー、と保湿ジェルとかに関しては寝るときに塗っても基本的には虫歯のリスクはないというふうに考えてもらっていいと思いますえ口の乾きに関してもう一つ、えー、口の乾きが強いのですが日中での口腔ケアでの対策は何かありますか自分では普段ガムを噛んでいたり 飴を舐めたりしていますということで事前のご質問でもありました、えー、航空内が乾いて痛いくらいになります飴を舐めたりガムを噛んでいれば乾きは止まりますが対応は正しいのでしょうかまたこの状態はいつまで続くのでしょうかありがとうございます、えー、とどうしても口の中乾くときにやっぱりその対策っていうのは患者さんによってそれぞれ違うので自分に合ったやり方っていうのではいいと思うんですけど 飴とか例えば飲み物に関して注意事項はやっぱりその今お話したように虫歯の原因はお砂糖なんですねでお砂糖入っててえっ、ー、とお砂糖自体が悪いっていうよりはお砂糖がずっと口の中に残っている状態っていうのを作ると虫歯のリスクがすごく上がるんですねだから別に朝ごはん夕ご飯朝ごはん昼ごはん夕ごはんってこう 感覚を置いてしっかり食べるのは別に甘い部分もいいんですけど、ダラ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 というか、舐めているとシバ1時間も2時間もずっと舐めちゃってるっていうと、ずっと口の中に砂糖が残っている状態ってなってしまうので、そうすると結構虫歯のリスクが上がってしまったりとかします。で、口乾くので少し水を含んだりとかって言わないんですけど、水とかお茶とかのいわゆるノンシュガーならいいんですけど、やっぱスポーツドリンクとかって実は、 お砂糖結構入っていることがあるのでそういうのをこうちび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 飲むとこれもまたこう常に口の中に砂糖を補給しているっていう形になると結構口の中乾いている方は虫歯になりやすいっていうのもともとあるのでよりひどくなってしまうっていうのはありますでじゃあでも飴をなめた方が口の中潤うんだよねっていうのはもちろんだから飴の中でもそれはちょっと種類を少し見てみましょうその砂糖が入ってないタイプのお飴って結構あるんですねそのノンシュガーとかシュュガガーーーととかかフリ書いててあって そういうものを選んだりとか、ガムであれば今は基本的にガムはほとんどキシリトールとかっていうの入ってますので、あれは基本的に虫歯になりならないっていう形になってますね。そういうものをちょっと意識的に選んでいただければというふうに思います。はい、ありがとうございます、えー。続いて口が乾いている場合のご質問です。患者さんのご家族です。口が乾いている場合に保湿ジェルなど以外で唾液を出させる簡単な方法はありますか？ 唾液を出させるそうですね唾液を出させるっていうか保湿ジェルとか以外で口の中を潤いを与えるものっていうのは僕たちがよく使ってるのはごま油とかを使ったりはしています。で保湿ジェルってさっきもお話ししたように甘いんでやっぱりちょっと甘いのが苦手っていう患者さんいらっしゃるんですね。でこののの甘いいなななかなか使ううしんどいなっていうと ごま油の中でも白ごま油って匂いが結構少ないものがあるとあそういうのだと口に塗るともともとは食用なので口の中に塗っても大丈夫でもともと乾いている人は油でこう少し油膜みたいのができるのでそれで結構潤いで楽になるよっていう患者さんはいますので、えー、と甘いのが苦手っていう方は例えばその白ごま油みたいのでちょっと匂いが少なくて、えー、とマイルドなものっていうので塗ったりとかはしています。 オオイイルルのの中ででもその白ごまオイルが一一番番いいいんですか一番匂わない患者さんにとって<ー>その苦じゃなくて結構そのほとんとの油みたいな感じになるので結構普通は料理のものだとこう風味をつけるために匂いが結構強かったりするのでそれに白ごま油に関してはその、えー、とあんまり匂いがきつくないっていうところの部分を選んでもらうっていう。あ さっきの方にもありましたけどもガムを噛むまあ噛むっていうことが唾液を出すのにいいって話を聞いたりもしますよねマッサージ効果っていうのもあるのでこう動かすっていうのはやっぱり刺激になって唾を出るっていうのがあるのでガムを噛んでもらったりとか食事をして噛んだりっていうのは結構重要だと思いますマッサージもやっぱり唾液を出すことにつながるっていうことですかそうですねあの。場合によってはその、 頭頚部の放射線ってお,かお,口お口の周りに放射線すると唾を作る唾液腺自体がすごくダメージを受けてしまっていて、えー、なかなかマッサージをしても改善しないっていう場合もあります。ただそういう場合でなければ結構マッサージで良くなる人っていうのもいるのでマッサージも一つの方法ですね。でただ頭頚部の放射線治療だとなかなかマッサージをしても効果が薄いっていう場合もあるのでまあ、状況に合わせて違う方法っていうのをお話ししています。 ありがとうございます。えー、一つ、えー、抗がん剤の影響で味覚障害になってしまった場合のケアや食事の工夫などがあれば教えてくださいということで、抗がん剤の影響で味覚障害になってしまった場合はいかがでしょうか。あります。そうですね。あの味覚障害ってかなり患者さんにあの苦しめている症状の一つではあるんですね。で味覚障害になはなかなか抗がん剤でなった時に な難しいところはあります正直ただ、えー、と一つはですね口の中乾いていると,とかがある乾きとかがあるとそのせいで味がわからないというパターンはあるんですね一つは本当に抗がん剤のせいだけで味がわからないのかというところがポイントですで例えば口の中が乾きすぎているだけの方であれば保湿をするだけで口の中の味覚が戻ってきたりとかというのがあるのが一つもう一つは、えーと あの講義の中でも私話たにカビが増えちゃってる場合って結構多いんですねでこの「感じだって」ってカビが増えていると結構その中の症状の一つに味がちょっとおかしいっていうのがあるので一つはその本当の味覚障害か抗がん剤だけのせいなのかっていうので確認すると,、えー、と改善の可能性があるって一つで実際抗がん剤のせいで、えー、口が味がわからなくなるってたくさんあります。で 人によってこう甘いのとかしょっぱいのとか酸っぱいのとか苦みとかってあるんですけど患者さんお話すると人によってこうどの味が変わるかって全然違うんですね同じ抗がん剤使ってても違う症状が出たりとかってあるのでなかなか対応が難しいところがあるんですけど一つはやっぱり味が分からなくて食べたくないっていう形があれば少し、えー、と味が分かるものを探してみるとか。 よくあるのが苦味って結構その毒を体の外に出すための味覚なので最後まで残りやすいっていうのがあると味が結構わからない患者さんがまあよくあるのはゴーヤーは食べれるから食べてるとか,とかっていうのがあるのでその自分が食べれるものっていうのを少し探してみてもいいのかなってお話ししていますで抗がん剤の味覚障害自体はまあ抗がん剤が終われば治ってくることが多いんですけどまあ場合によっては結構半年とか1年とか 2年ぐらいかかる場合もあるって言われているので確かになかなかつらい症状であって僕たちも何とかしたいなと思っているところなんですけれどもありがとうございます、えー、続いてはうがいに関しても、えー、ご質問をいくつかいただいています。えー、先生が生が理食塩水の作り方を教えてい くださいましたけれども、えー、患者さんから生理食塩水を作るときに市販のミネラルウォーターに食塩を入れても良いでしょうか。ありがとうございます。多分、えー、水道水でもいいですし、まあそれがちょっと嫌だなっていうならばミネラルウォーターでも多分大丈夫です。ただミネラルウォーターって結構あの硬水とかあっていろんなミネラル入ってたりはするので。 えっとどこまで厳密ですかというと分かんない。ただまあ食あの普通に溶かす部分に関してはほとんど影響はないと思うので、基本的にはあのミネラルウォーターに入れていただいても大丈夫だと思います。ありがとうございます。そしてうがいに関しては事前のご質問から、えー、うがい薬どのような成分を持つものを選んだら良いのか教えてくださいと。ありがとうございます。うがい薬ってまああの。 先生に処方してもらったりとか、あとはドラッグストアとかに行ってもたくさんうがい薬あると思うんですけど、一つ、えー、と、がんの治療中っていうのはさっきお話したり口内ができたりとか、口の中が結構敏感な状態になっていることが多いです。ですので、えー、っと、いわゆる普通の、えー、っとうがい薬ですね、イソジンとかリステリンとかっていうその殺菌作用があるっていうのは結構刺激が強すぎですね。あの、アルコールが入っているのがすごく多いんですけど、それで 殺菌効果って言って、口の中の菌をやっつける効果を持っているので、えっ、ー、と、それが殺菌作用があるよっていうのはだいたいアルコールが入っていることが多いんですけど、それを使うと、あの、ガの患者さんはすごくしんどいので、えっ、ー、と、それはちょっと選ぶのはやめた方がいいかな。で、最近、やはりその、 うが,い薬の方もがんの患者さんのためにというのも多く出てきていて中にはそのマイルドなタイプとかって書いてあるのも結構、打っているとその中には結構アルコールとかは入っていないことも多いので買われるときにその辺の成分を見てもらってアルコールが入っていないのを選んでもらった方がいいんじゃないかなというふうに思っています、はい、ありがとうございますそして事前のご質問の中から分子標的薬に関するご質問がありました。 最新の分子標的薬に伴う航空トラブルについて教えてくださいまた高齢者の患者にも受け入れやすい航空ケアについて最新情報がありましたらぜひ教えてくださいありがとうございます、えー、と分子標的薬やっぱりどんどん増えてきています2001年ぐらいから始まってどん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 、えー、と飛躍的に数が増えてきていますで、えー、となかなかあのこう普通の抗がん剤の口内と比べて えーとどんなんのどうなのかっていうのが今、えー、とどんどん情報が出てきているところなんですけど一、えー、つ、えー、と今年、えーとまあ、乳がんで認可された、えー、とアフィントールっていうフィ、えー、とエムトール阻害薬っていう薬があるんですけどこれに関しては薬の添付文書を読むと一番最初に口内炎って出てきちゃうんですね。で大体 6割7割の人が口内炎が起きるって言われている。薬でちょっと特徴的な口内炎のでき方をします。で、このエマトール阻害薬っていう事態は、元々はえっ、ー、と免疫抑制剤っていう形で臓器移植をした時に使ってたのと同じ成分で、さらにその量を多くしたら抗がん剤の作用があったっていう薬ではあるのでえっ、ー、と。口内炎の特徴として、えー、といわゆるアフタ性口内炎といって。例えば僕たちが。 飲みすぎちゃったとか仕事疲れて次の日にこうできるポチッとした口内炎っていうのがあるんですけど、えー、とそれと似たような口内炎ができるいわゆる抗がん剤でできるのはあの口の唇のところとかベロって全部めくれてすごくしみて痛いっていうのがいわゆる、えー、抗がん剤の口内炎なんですけどちょっと特徴的に違っていわゆるアフターっていう口内炎ができやすいって言われていますですのでえっ、ー、と分子標的薬の中にはそういう特徴的な口内炎を示すことが あるって言われていますのでまあそれによってちょっと対応方法が変わっ違う対応方法を取った方がいいんじゃないかなって今言われていますのでまた、えー、とそういう薬を使われる時はあの患者さんの手引きみたいなのがあるのでそこでちょっとケアの方法等を調べてまたよしっかり読んでいただければいいかなと思います。あの全般的に分子標的薬が、えー、他の通常の抗がん剤に比べて、えー、口内炎を起こしやすいということはないわけですか そうですねあのよくあるのが、まあ、EGFR の阻害薬とかってあるんですけど基本的にはそういうのだと、まあ、10%から20%ぐらいっていって頻度としては普通の抗がん剤はさっき40%ってお話ししたんですけどそれよりは低いんですねただこのエムトールっていうのに関してはなぜだか6割7割8割っていう形で高く出ているのでちょっと特徴的です分子的薬なんでちょっと狙う標的にするものによって出方が違うのかなというふうに思っています。 6、7割だとかなり確率高いですけれども、でもその薬で効果が得られるんであれば、なんとか使っていきたいところですよね。そうですね、この少し言い忘れたんですけど、このエムトロソ外薬でだいたい使い始めて1ヶ月ぐらいに口内が結構出たりとかするっていうのが多いんですね、出たとしても大体1週間程度で落ち着くことが多いんですけれども。 患者さん自身はこう先生からこんなに出るよって言われてても実際出るのがなかなか分からなくて出てみたら結構かなりつらかったっていうお話があってちょっとこんなにつらいんだったら続けたくないっていう患者さんも結構いるっていうのをお聞きしましたのでこの時にちゃんと口の中のケアをして起きづらいような状況にして実際起きたとしても適切な対応を取れれば最初の1か月を クリアでできれば結構長く使えるるっていうののがあるので私の患者さんでもそれでもう2年とか使われている方もいますのでしっかり対応できれば、えー、と患者さん自身もできてもあまたできたけどすぐ治ったよっていう形でこう あの当たり前ののよよううにに口内炎の対応がでできるるなっているんですねだからそういう形でうまく口内炎と折り合いをつけるっていうんですかね、えー、とできてしまうものなのであのできちゃうのはちょっとしょうがないところはあるんですけどじゃあできた時に何ができるかっていうのはよく患者さんと一緒に考えてどうしたらいいかなっていうのは外来とかで相談していますその口内炎のご質問なんですけれども。 ちょっと難しいかもしれません。口内炎そのものを予防する方法はないのでしょうか？と。いい質問ありがとうございます。これはすごく難しくて、えっと抗がん剤の予防法っていうのはなかなかいろ考えてるんですけど、考えられてきてるんですけれど、なかなかこれって言うのがないんですね。で、えっ、ー、と基本的には今は対症療法っていう形になってしまっています。で、えっ、ー、といろんな方法があるんですけど、まあ、お薬でえっ、ー、と口内炎を。 予防しよううっっていうのはあっていのあアメリカの方とかではえっ、ー、とえっ、ー、とこうなって皮がベロってめくれてしまうので皮をこうすごく薬によって増殖インして厚くして、えー、と削れてしまう部分のところがの間に時間が経って治るようにしちゃえっていうちょっとあのななんていうんですかえー、と辺っとこうなって薄い皮がめくれてしまってえぐれて潰瘍ができるじゃないですか。で だったらその皮が薄いのを分厚くしてしまえばこれがこう薄くなっていくのに時間がかかるやろうという形で、ね、<laughs> 無理くり増やしてその間で時間を稼いでひどくしないようにしようという薬はアメリカの方ではあるんですけど結構えと値段が高いんですねこれも文章的薬みたいな形でピンポイントで増殖因子を使っているので結構その。 え、一回使ったりとかすると、もう何十万とか何百万って形になってしまう。で、アメリカの場合は、入院するとすごくお金かかるので、入院しないようにっていう形でやるので、その薬を使った方が入院費より安いので使うっていうアメリカはあるんですけど、日本は保険がしっかりしていて、えっ、ー、と、入院費がそんなに高くないので、多分その薬は日本には多分入ってこないやろうって言われている。で、なかなか、 口内炎自体を、えー、となくすっていうのはちょっと難しくてでやっぱり口内炎ができることっていうのはがんをやっつけるっていうのとイコールのところもあるの近いところもあるのでやっぱりえー、とっと僕がお口の中をきれいにしましょうとお話ししているのはその口内炎自体はやっぱりどうしても防ぐことはできないんですけど口内炎ができたときに 口口のの中ががが汚れてて細菌いいると口内がよりひどくなるっていうのは分かっていますだからそのよりひどくなるのを口の中をきれいにすることで重症化を防いであげようっていう意味でお口の中をきれいにしましょうっていうふうにお話ししていますなんで今後こうカ学が進歩して口内ができないようにってなればいいんですけど今はまずは口内がひどくならないようにっていうので口の中をきれいにした方がいいんじゃないかっていうのはお話ししています実はあの 事前のの質問の中でどうしても抗がん剤治療中の人中心の話になってしまうと思うんですが治療前後に気をつけるべきことがあったら教えていただきたいですという方もいらっしゃったのでまさにその治療前に行ってほしいいこことととの一つといううでですすよねそうですねそ <laughs> 僕があの病院で患者さんを見てた時にやっぱりトラブルになってみるっていうことは結構あるんですけど、えー、とトラブルになったのを見た時に例えば。 えと結構歯が痛くて見てくださいっていう場合に結構この歯って結構患者さんが知らない間に痛くなくてずっと悪い状態だったっていう場合もあるんですね。で、えー、実際その歯が痛くなる時って例えば仕事がすごく忙しかったりとか体が疲れてしまったら結構歯が痛むことがあるっていうのは皆さん実感されると思うんですただ体調良くなったら痛みが取れてくるからまあ治ったからいいやっていう形で置いとかれる方が多いんですけど。 実はそれは症状が出ないだけでくすぶった症状というのはずっとあるっていうのが結構あるんですね。いわゆる日本人の8割ぐらいは歯周病ですみたいな感じでわか,かんない状態であったりとかっていうのが結構隠れてることがあるんですね。で抗がん剤治療とかっていうのはその体がしんどい状態を無理くり作っちゃう部分ではあるので抗がん剤をやることで、えー、抗がん剤をやなければ痛まなかった歯が すすごく傷んんででしまうっていういのがあるんですねでこれに関しては今言った口内炎は防ぐことはできないんですけれどもこの歯のトラブルに関しては実はがん治療をする前に歯医者さんに行ってチェックして問題がある歯があればちゃんと治療してもらったりとかで治療が終わった後にがん治療を受けていればこのトラブルは起きなかったんじゃないかっていうのは結構ありますのでそれも含めてやっぱりかかりつけの歯医者さんを 作って、そこでメンテナンスをしておくっていうのは、癌になった時に結構有利に働くかなっていうのは思います。ね、あの直接癌ではないですけども、あの口の健康は全身の健康っていうなこと言って、あの歯周、えー、病をほっとくと糖尿病になりやすいとかね、心臓病にもなりやすいという話ありますから、普段から、えー、口のチェックを定期的に受けとくというのは、もし癌になったとしてもその時のトラブルをまあ低めに。 抑えることができるという感じですかね、はい、おっしゃる通りです実はあのそのそ検診でちょっと心配なことがある方からのご質問もありまして会社の、えー、歯科診療で上顎の一部に白くなっているところがあるので今後も定期的にチェックするように言われたことがあります、えー、その後退職してしまって歯科には行っていませんが その白くな,なることとがんというのはどの程度関連があるのでしょうかという、はい、ありがとうございます、えー、と口の中が白くなるっていうのはいろんな理由があって白くなったりはするんですけれども、えー、とやっぱり、えー、とがんの時も白くなっている時が多いよっていう話はありますなので白くなってたらちょっとがんっていうのは気をっていうのを考えなきゃいけないとは言われていますじゃでで白くなるかっていうととうすねえっ、ー 口の中ってちょっとピンクっていうか赤っぽいのは皮が薄いので下の中の血管が透けて見えてるんですね。だから皮膚とかはもっと厚くなってくるのでより白っぽくなってくるっていうところがあると思います。なので口の中の粘膜が白っぽく見えるっていうのは皮に厚みがある、出てきているっていうのが大体ちょっと白っぽくなってくる。で、いろんな理由で皮が厚くなることがあるんですけど、あるので がんになると全て白いと全部がんっていうわけではないんですけどがんっていうのは細胞が増えてこう厚みが出てくる病気なので、えー、白くくなってるるとがのの可能性があるっていうのは考えますで実際その、えー、検診の時にあの歯茎が白いのを指摘されたっていうとよくあるのが、まあ、白板症といって,って粘膜が白くなる疾患っていうのがあるんですけどこれに関しては基本的には白いだけではがんではないんですけれどもその白板症の方のまあ えーと5%から10%弱ぐらいの方はそこから悪性転化って言ってがんに変わることがあるよっていうのは確かに言われているのでそういう意味ではえーとその5%とか10%になる可能性があるので定期的にちゃんと見てあ悪くなってないがんに変わってないかっていうのはチェックした方がいいよっていう指摘なんだと思います。ですので今白いのであればえと定期的に見てもらって変化がないっていうのをしっかり見て。 方がいいとで白いのって結局結構、まあ、難治性で変わらないことが多くてほとんどの人が変わらないで5%ぐらいの人がそこからがんになるというのもあるんですけど、まあ、見てたら白いのがなくなるという人もいるのでそれはチェックはしっかりしておいたほうがいいかなとは思います田村さん、この歯科検診とか。はい だからこうがんにつながるなんてまさか思わないですよね、えー、そうですね、うん、ちょっとびっくりしますね、うん、なのでこう普段からのそのお医者さんに見てもらうことっていうのがつながることもあるということですねで、えー、この方歯茎の腫れが治らないという患者さんからのご質問があります、えー 錠剤の抗がん剤を飲んでいますが、歯茎の腫れがなかなか治りません。飲んでいる間はしょうがないのでしょうか。白血球の数値が低いためですかね、うん、という。方ですありがとうございます。そうですね、歯茎の腫れっていろんな理由があると思うんですけれども。多分、えっ、ー、と、私がよく見るのは、やっぱりその歯槽、歯周病、歯槽膿漏とか。あとは虫歯から影響して、歯茎が腫れたりとかっていうのがあるので、えっ、ー、と。 そういうい場合はやっぱり歯医者さんでチェックしてもらって治療してもらわないとなかなか歯ぐきが腫れ,腫れるっていうのは治んないかなっていうところがあります。であとはいろんな薬を使った場合にやっぱり別のトラブルとかは起きてたりはすることがあるので、えー、23日とかで治っちゃうような症状であればそこまで心配する必要はないんですけどやっぱりこの方みたいに長く続いているっていう場合は。 チェックを受けて問題があるかどうかっていうのは確認してもらった方が安心だと思います。はい、ありがとうございます、えー。ちょっと不安に思っている方のご質問、もう一つ、えー。ずっと塗り薬、ステロイドを使っているのですが全く治りません。この塗り薬は私に合わないのでしょうか。いかがでしょうか。ありがとうございます。やっぱり口内炎できたときにステロイドっていうのはよく使います。で、 先ほどもお話しているように僕たちが疲れた時にできるアフターっていうのはもうステロイドがすごくよく効いて、えー、と痛みも取れるし治りもちょっと早くなるしっていう形ですごくいい薬ではあるんですけれどもがん、えー、の治療をされている患者さんにとってはちょっとリスクになる場合もあるんですねでよくあるのが、えー、と抗がん剤をやっているので口内炎ができた口の中痛いから多分口内炎だと思うっていう形でまあえっ、ー、と がん治療されてしている先生に相談したら、じゃそれは高難易だから、えっ、ー、とステロイドなんかを出してくよって言って一生懸命塗って2ヶ月なかなか治んないっていう場合もあるんですね。で、ねえー、そういう方ちょっと見させてもらったりすると、実はがん抗がん剤とかによる ね、こうないんじゃなくて、別の疾患の場合っていうのも結構あるんですけど、よくあるのが、えっ、ー、と、患者だって言って、口の中にカビが増えてしまっているっていう状況の方が多いです。で、この場合は逆にステロイドを塗ると、よりひどくなっちゃうっていう場合があるので、患者さん自身はすごく一生懸命自分で治療してたつもりが、余計ひどくなっちゃってるっていう場合もあるので、えっ、ー、と、痛みとかが、その、1週間ぐらいで治ってしまうんだったら、そこまで心配しなくていいと思いますやっぱり、 2週間とか3週間とか続いちゃうっていう場合は口の中に違うトラブルが起きてるっていう場合は多いのでやっぱそういうのが、えー、実感されるようであれば一旦その主治医の先生に相談したりとか、まあ、かかりつけの歯科や病院の歯科にチェックしてもらった方がいいかなっていうのは思いますあの口内なのかあるいは患者だなのかとかそういうところは、えー、普通の歯医者さんであればすぐに見破れる。 感じだであれば、結構口の中が特徴的に真っ白になってたりすることも多いので。結構歯医者さんであれば、結構わかる時も多いので。そういう場合、口の中は歯医者さんに見てもらうとわかるっていう場合も結構あります。はい、ありがとうございます、えー。それではこちら最後のご質問です。がん専門の歯科医は一体どこにいるんでしょうか。どうやって探せばいいですかという。どうでしょうか。<laughs> えっと、今お話しした、その、まあ。 がんの専門病院には歯科の先生はいるところが増えてきています。で、実際じゃあ私の近くにいるのって言ったときに、まあ、かかっている病院に歯科がなかったりとかする場合は多いんですね。で、今お話しした、その、医科歯科連携っていうのをして、えー、連携になってくれる、その開業の歯科、自宅の近くの先生っていうのは今、えー、かなり増えてきています。で、これに関しては、えー、と、徐々に徐々に、ま,まだ、あの、 始めたばっかなのでなかなかどこかっていうとなかなか当たらないことは多いとは思うんですけどもこれから徐々に増えていきますので、えー、と患者さんが、まあ、まずは治療している病院でちゃんと連携しているのかどうかっていうのを、まあ、主治医の先生や連携室とかに確認してそこから紹介してもらうっていうのが一番ベストかなっていうのがあります。今、えー、今後後のの話なので今後より広げてていって皆さんが、えーと 皆さんのかかりつけが連携だったっていうのは一番理想的な状況だと思いますので自分のかかりつけのりけ先生をっっておくっていうののはは実は重要なんですねそのいきなりトラブルが出て知らない先生に診てもらうとなかなかお互いにドキドキしちゃうとは思うんですけどもともとずっとかかっている何年も見てもらっているかかりつけの先生がいればどういう状況か判断できますのでやっぱりかかりつけの先生を持っとくっていうのは重要かなと思います。 いまだまだトークセッション続けたいところなんですがチャイムが鳴りましたのでそろそろ授業終了のお時間ですえそれでは最後に今日お越しいただいた会場の皆さんそして YouTube をご覧の皆さんへ先生からメッセージをお願いでできますでしょうかえと私の方から今日はがんと口腔ケアデンタルケアということについてお話しさせていただきました。でえっ、ー、と がののの治療を受けるととききにやっぱり口の中つらいいい症状っていうう起きてしまうことが多いですですのでこれに関しては実はがん治療って結構受け身なんですけれども口の中のケアっていうのは自分が結構能動的にできるんですねでやったら結構実感できるほどいい結果が出ることも多いのでぜひ皆さんには口の中をよく理解してもらってケアをしたりとかあとはかかりつけの歯科の先生を作ってしっかり見てもらうっていうのを気をつけてもらえればいいかなと思っています。 はい、ありがとうございました。え、田村さん、お願いします。はい。えっ、ー、と、今日、実は僕も、あの、歯医者さんに行きましてね、あの、脂跡を取ってもらったりしてるんですね。で、まあ、前回の感染症でもそうだったんですけども、やっぱりそのために、がんの治療を止めざるを得ないっていうのは、非常に残念、もったいないっていうかですね、いう気がするので、できるだけそういうところは、 あの、避けられるようにしておいた方がいいだろうなって思います。で、えー、そのためにもなんですけども、あの、歯医者さんってね、こう言ったら大変失礼かもしれませんけど、あの、必ずしもですね、自分に合った歯医者さんいるとは限りませんよね。もういいのになと思ってるまだまた次来てね、今とか言ってね、いつまでも終わらない歯医者さんとかね、なんかいるじゃないですか。なかなか、パッと、その、ガンになったと、その時に、 えー、いい歯医者さんに出会えるかってなかなか難しいと思うんですよ。ということもあって、えー、さっきの言ったあの、ずっとあの、全身の健康ということも含めてですね、あの、なるべく普段から信頼できる歯医者さんを、えー、あらかじめ見つけておくというのは、いろんな意味で、あの、後々いいことにつながるんじゃないかなというふうに思いました。で、あの、この、えー、ガとこの航空ケアのことについて、 えー、よく知ってくださる地域のお医者さん歯医者さんですねそれから病院のがんの治療医の方についてもこういったことについてもっともっと知っていただけたらいいなというふうに思いました、はい、ありがとうございます本当ゆり草先生のおっしゃるように受け身ではなくて能動的にご自分であの歯のケアを積極的にすることの大切さを、はい、実感いたしました皆さんありがとうございました 以上をもちまして「アピタルがん夜ん学校もっと知ってほしいがんと口腔ケアデンタルケアのこと」の授業を終了いたします。